はい、漫画マンです。今回紹介する漫画はスピンナウト、西森博之先生と春風サンタ先生の作品です。連載期間は1998年から99年、週刊少年サンデーで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。スピンナウトは今日から俺はでおなじみの西森博之先生の作品、共作みたいですね。全4巻、サンデーウェブリというアプリで全話読みました。男子高校生2人が北斗の拳的な異世界にワープして悪の大王みたいのを倒そうとする話。主人公は今日から俺はで言うならリョウをベースに三橋を足した感じです。戦闘力はかなり高い設定です。全体的に細かなギャグが散りばめられているのでシリアスになりすぎず読みやすいです。ただ画力なのか設定なのか展開なのか、そこまで続きが読みたいとならなかったです。特に敵キャラの強さ設定や描き込みが足りない気がしました。なんだか乗れないんですよね。あと結構人が死にます。残酷描写があるので苦手な人は注意です。全4巻と短く終わり方が気になったので最後まで読みましたけど、西森先生の作品が好きな人にもそこまで進めようとは思わない作品でした。タイトルは絵では頑張ってますし、響き的にも西森先生の作品ではいい方だと思います。さて終わり方、悪の大王的キャラは倒し、その後は現代社会に戻ってきて、異世界での平和のために命を尽くした人たちが何かを感じる描写でじんわりさせつつもギャグ多めであまり締めっぽくなく良かったです。考えてみると主人公だけでなくヨトという少年の成長には目を見張るものがありました。ということでテンポ良すぎな作品が好きな人に、異世界転生系の漫画が好きな人に、何でもいいから西森先生の作品が読みたいという人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。